寒いわね。雪でも降るんじゃない？考えてみれば変な話よね。何が？落ち込んだ世界を慰めようとしてあんたを連れ出そうと思ってたのに、私まであんたとこんなことになってるのが。なんだよ今さら。別に、ただ世界に悪いことしてるなって自覚あるから。で、明日また行ってみる？心配じゃないの？ちょっと、ずっと休んだままだから出席日数だって危ないの知ってるでしょ？めんどくさい。はぁ、とか言って。どうせ他の女の子と約束してるんでしょ？世界がいないからって片っ端から手を出して。もう。光だけだよ。バーカ。やっぱあんた最低だね。それはお互い様だろ。まあね。もう何もかんも面倒なんだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。模擬店を一緒に回ってただけだって。嘘嘘嘘、私知ってるんだからね。加藤さんと誠がどこにいたか。なんで、どうして。な、何が。私じゃダメなの。私もう誠しかいないんだよ。刹那もいなくなっちゃって誠だけなんだよ。お願い誠。気分じゃないんだ。いや、その、そう、ナナミもずっと元気なくてさ、なんか部の方で揉めたらしいんだけど、刹那が転校してショックなのはわかるけど、そろそろさ、顔だけでも出してくれるとみんなも安心するかもなって。世界がいないと、伊藤も、ほら、浮気するかもしれないし。
妹、どこにいるのよ、まったく。乙女ちゃん、帰ろうよ。ちょっと、誠探すの手伝って。へぇー、私ら関係ないじゃん。あんたたちがけしかけたんでしょ。そうだけど。って言われてもね。無責任。煽るだけ煽っておいて、それ八つ当たりしないでよ。もういい。せっかくカツラがおとなしくなったと思ったのに。乙女、最近変わったよね。イライラしちゃって、感じ悪。あれからだよね。あ、あの、あれ、すごかったね。見たの？え、だって、私も映ってたから。よく平気だね。もちろん恥ずかしいけど、女の子の間だけだし、それに、彼だし。はいはい、ごちそうさま。ったく、乙女といい。この子といい。やっぱ私たちも負けてられないか。夏美？伊藤って、実際どうなのかな？どうって？ったく、またこんなところで。いいだろう。ここなら普段使ってないから、見つかる心配ないし。ねえ。何？もう一回？バカ！そうじゃなくて。世界のとこ、本当に行かなくていいの？私とかと遊んでる暇があったら、たまには見舞いに行け！ったく。大丈夫、バレないって。あ。はい。また、西園寺さんも誘って、一緒に屋上で食べましょう。私、張り切ってお弁当を作りますから。誠くんの好きなもの、いっぱい詰めていきますね。大丈夫ですよ。お母さんにも、うまくなったわねって褒められてるんですから。はい、任せてください。ようこそ。えへへたく、本気なんだ。まあいいからいいから。言い出したのはそっちだろ。うちまで来といて今さら。そうだけど。クリスマスにはヨットで過ごすのもいいかもしれませんね。知ってますか？何も邪魔するもののない海原の上で見る水平線に沈む夕日ってとっても綺麗なんですよ。あ。
ちょっと話があるんだけど、いいかな？なんだよ。大事な話。来ないの？来ないって何が？女の子の。それってまさか。嘘だろ？嘘や冗談でこんなこと言えないって。私、誠以外とそういうことをしてないんだからね。誠だけなんだから。だからって、俺のって。他に考えられないじゃない。だけど俺たちはまだ学生だし。そうだけど、どうにかならないかな。だからそれを相談したいんだってば。そんなこと俺に言われたってわかんないよ。誠の子なんだよ。真面目に考えて。聞いた？さすがにヤバいっしょ。でも、そっか、誠の赤ちゃん。私たちは平気だよね。ちゃんとしてたから。まあね。でもこれからどうする？しばらく会わない方がいいんじゃない？そうだね。ちょっと残念かも。彼氏持ちのあんたが言うな。俺にどうしろって言うんだよ。自業自得でしょ。ちゃんとしてなかったの？あの頃は、まだ慣れてなくて、つい焦って。はあ、男ならちゃんと責任取りなさいよ。って言われてもさ。おい、どこへ？今はあんまりあんたと一緒にいると、私までそういう目で見られそうなんですけど。それで終わりだもん。女はシャレになんないもんね。どうすんのかな。早退した？だってさ、まあ無理ないけど。注目の的だもんね。彼女の方は？まだ保健室じゃない？なんであんなこと言うんだよ、世界のやつ。乙女？今暇だよ。暇すぎて困ってた。大歓迎、ぜひ来てくれ。いらっしゃい。うん。乙女？一つ聞いときたいんだけどさ。世界のことなら俺のせいじゃないよ。そうなんだ。そうだよ。だから気にしないで。誠、そんなこと言うやつじゃなかったよね。中学の頃はもっと優しいやつだった。いや、だって。もういい。やっぱり帰る。バイバイ。
もクリスマス前についてないかも。ついてないって。そうだ、今度はクミの彼紹介してよ。えぇ、ー、それいいかも。ダメダメ、それはダメ。いいじゃない、ささやく声は甘く思い止められないまま、そばにいても。ごめんね、光にも心配かけたよね。うん、もう大丈夫。誠、ちょっと買い出したもんだ。うん、そう、栄養つけなくっちゃね。いや、まあ、うん。あ、ごめんね、ありがとう。それじゃあ。ごめん、あいつにはもう近づかないから。私、いろいろ調べたんです。そしたら、実はうちのお父さんが榊のヒルズにコネがあって、簡単に予約できたんですよ。ええ、駅前のツリーで待ち合わせしましょう。そして私たち本当の恋人になるんです。誰も出てくれないんだよ。あっ、くそ、なんで俺こんな目に。ちょっと前まで全部うまくいってたじゃないか。なのになんで。例の恋のおまじない、伊藤って結構ミーハー。恋のおまじないか、琴の葉。誠くん、よかった、来てくれたんですね。ああ何やってるの、こんなになるまで。待ってたんです。え、待ってたんですよ、誠くんのこと。琴の葉。しい彼女にならなくちゃいけないんです。琴の葉。お料理もお裁縫も、もっといっぱい練習して、胸張って誠くんのそばにいられるように。琴の葉。誠くんに恥ずかしくない彼女になるんです。琴の葉。誠くんのために。なあおい、誠くんのお役に立ちたくて。
なあ、どうしちゃったんだよ。誠くんと一緒にいたいから。勘弁してくれよ。誠くんのこと信じてます。もうやめてくれよ。私、誠くんの彼女ですから。もういいよ。誠くんのこと好きです。大好きです。なんで、どうして俺なんかを。俺知らなくてごめん。本当にごめん。俺琴ノ葉、俺琴ノ葉のこと。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。